はい、皆さんこんにちは、ワナリグルグシです。では今回はデモクラシー3の続きをプレイしていきたいと思います。今四半期レポート出てますが、前回前々回の話少ししておくとですね、まず財政破綻寸前だったので、支出として一番大きかった国民の年金、これを大幅削減しました。その結果世論調査の、内容がね、支持率 10% という驚異的な数値だったので、犯罪の抑止、あとは一定のばらまきを行ってですね、現在支持率 33% までなんとか回復させてきたという状態です。ちなみに任期3年で、四半期ごとにこれ進んでいく単性のものになってるんですけども、3年の任期を終えた時に 50% を超えていないとゲームオーバーになります。では内容を確認していきましょう。まず受刑団はしっかり対応完了ですね。経済予測としては世界的な経済は上昇志向というところのようです。予算報告のところから見ると信用格付けが C で、これ、上げていくためには GDP の向上か支出を減らすと、その両方ができれば一番いいのかなというところですね。世論調査の結果は先ほど話した通り 33%、 安全保障は共産党が何やら怪しいねという内容です。じゃあまず中身確認していきましょうか。さらにね、支持率を上げて GDP を上げてというところの対応をしていきたいんですが、今回まず銃規制しっかり入れていきたいよね。銃規制完全禁止入れよう。政治力28今あっても足りないか。とはいえですね、これ内閣の改造を行った場合、ちょっと今画面が死んじゃってる。もう一度出します。出てこないね。ここに人の顔が出てくるんですけど、ちょっと今バグっちゃってますね。これね、変えていくっていうのも一つの手かなと思うんですよね。法と秩序とかひどいものあるもんな。罷免する。その上で任命だ。なんかざわざわしてるな、罷免したことによって。法と秩序任命、彼女にしよう。これで、どうなる？ターンごとの政治力19。最大42。ちょっと今回は貯めますか、これで。今25。政治力をもうちょっと貯めていかないとしんどいかなって感じですよね。続いてじゃあ、アルコールの乱用で酒税を入れていく？ちょっとこのあたりはしっかりね、対応していきましょうか。健康、アルコール消費量、警察力。微妙な数値だな。酒税を入れていくっていうのは一つありだと思うんですけどね。税金、関係で。しっかりと対応を入れていくと。あとは、どうだろう。組織犯罪。インターネット犯罪。とにかくマイナスにしていかないといけないから、ストリートギャングすごいな。ストリートギャングは監視カメラを強化する？じゃあ、監視カメラ。顔認識システム。で、さらに、インターネット犯罪。インターネット犯罪は諜報機関を入れればいいのか。金ばっかり使ってもしょうがないからね。で、あと、やっぱり失業だよね、失業。失業、うまーくね。対応していきたいよね。やっぱりパワーが多いものがいいと思うので、失業に対して科学資金の提供を入れてみますか。 GDP にプラスの作用が働くのであれば。で、支出の切り詰めもやっていきましょう。公共保険サービスを下げます。政治力が足りない。しょうがない。これでじゃあターンを送りましょう。
この対応が正しいのかどうか、次のターンを送ってみないとわからないっていうのはね、ちょっと怖いですよね。とにかく今、支持率、財政、この二つに絞って対応していきたいので、世論調査は下がっている。いやー、厳しいな。どの層が下がってるかと、全般が下がってるって致命的だな。上がってるところもあれば下がってるところもあるもの、宗教派閥。このあたりが下がってんだな。中間層は？中流階級は微増だね。もうちょっと頑張っていかなきゃいけないですね。情報の自由化。政策に関わる早急な対応が必要。はあ。情報の自由化。まあ、これは情報を自由化しといていいでしょう。知識がなくても国民の情報へアクセスできる。その範囲を拡大する法律を求める声が上がっていますという話ですね。で、経済予測はいいよね。プラスになってますと。ちょっと債務超過だよな。このままいくと。減らしていかないといけないところですね。公共保険サービスも下げざるを得ないので、今回はもう運も言わさず下げよう。いやー、支持率下がるからな、ちょっと無理だな。支持率を下げるわけにいかないからな。これ以上支持率を下げると再選がかなり厳しくなりますもんね。どうしましょうかっていうところかな。さて、さて、困ったな。ガソリン税は入れていこう。ガソリン税を増税する。運転手からかなりマイナスの、ネガティブな反応が来ますが。これも政治力足りないのか。税金を上げるのはかなり厳しいんだね。こうやってみると。科学資金の提供。GDP にプラスの効果はある。ただ、今回は、やっぱり、これよ。失業よ、失業。失業なんとかしないとな。まあ、ただ失業はだいぶ上向いてきてる感じはあるよね。GDP が上がったことによって。まあ、微増ですけどね、GDP も。じゃあ、やっぱり他のものを見ていこうか。続いて、企業の国外流出。法人税を下げよう。法人税を思い切って20%まで下げる。で、法人税を下げたら次は汚染か。まあ、特に何かというのはないので、一旦汚染は置いて、続いて、経済か。法人税下げたからね、輸入関税も下げよう。ちょっと待って、輸入関税は逆に、上げると、貿易にマイナスだよね。なしもないだろ。なしっていう数値も。今なしでしょ、だって。いや、なしはないだろう。関税なしは。かといって関税を上げた場合は国際貿易にマイナスか。いや、本当に相関関係を考えると、何をどう入れていくかっていうのは本当に難しいですね。で、これはホームレス。ホームレス対策はしておかなきゃいけないけど、失業手当、公営住宅、固定資産税。固定資産税を下げてもしょうがないもんな。ちょっとこれも効果が薄いので、今すぐやっぱり効果が出るもの、国民の、関心が高く、かつ、一気にで、支持率が上がるような、そういう対応をしていきたいですよね。組織犯罪だよな。武装警察、麻薬。麻薬は、禁止だからね。基本。で、
他は情報機関いいし、ゲット。さらには一番やっぱり効果が高いものを入れていきたいので、じゃあ続いて支出だな。公共券サービスさらに下げよう。いやー、政治力が足りなくてなんかちょっと安心した自分がいるな。で、ストレス大流行になってますね。次の四半期王国。世論調査の結果が 37% 微増だな。まずいな。ちょっと上げていかないと本当にきついですね。健康は上がってるね。失業、犯罪、GDP。このあたりしっかり対応していかないといけないね。ストレス、大流行。労働時間の制限を求める声があります。で、環境、ふう。じゃあ、新規の法案でも確認しますか？環境系だよね。それとも労働系なのかな？さっきのね、労働時間の規制という話だったと思うので、一人っ子政策。経済か。労働時間の云々観念っていうのをちょっと見てみましょう。労働時間。労働の日、金融機関の祝日。はあ、日曜日の売春禁止。いや、日曜日こそ売春をさせてほしいわ。で、税金があって、ビニール袋税ってあってもいいよね。もう僕もね、マイバッグになってます。9割方。どうしても持ってない時はね、もちろん、もらったり、あとは5円かかります、1円かかりますとかっていうのはありますけどね。ちょっと待ってね。経済かな、やっぱり。一番欲しい労働時間の、うんぬんかんぬんでしたよね。結構ね、企業キャンペーン、僕のね、高校大学の友人、結構起業して独り立ちしてる人多いですね。僕はもう、社畜なんでしょうがないんですけど。これ見る限り、ここで、労働時間を制限するっていうのはちょっと難しそうだな。そしたら中小企業の補助金をぶっ込みましょうか。で、こっから今ちょうど折り返し任期の半分に来て、さて、政治力プラス11。中身見ていく？熟練不足っていうのが入ってきちゃってんだな。で、技術は？科学資金、技術補助金を入れよう、技術補助金。最大限にする。もうしっかりね。対応していきましょう。労働法があるね、労働法。労働法は、基本的に労働者のストライキする権限を制限する。そうなの？ストライキしてもいいよっていうものじゃないでね。労働時間ここで調整可能だね。もうちょっと今政治力ないんでどうにもなんないけど。労働組合よりにちょっと入れていってあげた方がいいかな。まぁ、ちょっと今どちらにしても政治力がないので、ターンを進めちゃいます。ダーウィンの遺産。これ実績解除ですね。さて、世論調査37。横ばいだな。横ばい。GDP は微増。競争力のない経済は解決したね。OK だ。国連大使の任命。誰を任命するかだね。国連大使を入れると、まず、テルビ。かまちさんは国連において代表させるためにあらゆる手段で戦う愛国者として有名。続いて、ミノル・サノさんは国際的な舞台で人気の人物。
どうするかな。彼女は国際的に不人気です。うん。ただ、今は国際的な評価よりも国内の人気が欲しいので、かまちさんを任命しましょう。愛国的でより保守的な国民の間で人気があると。ほい。で、今回も、まずは、さっき入れられなかった労働法ですね。あそこの対応をぶっこんでいきましょうか。労働法をしっかり確認して、行きましょう。どこ行っちゃったかな？労働法。なんかこの辺にあったよね。労働安全法？違うね。どっかにあったのをちょっとごめんなさい。またね、確認していきましょう。すぐね、わかんなくなっちゃうんで。ありましたね、労働法。まず労働時間をしっかりと削減していきましょう。まあ、微妙なところでやるしかないよな。うわ、政治力が足りないよ。今回政治力をもう貯めようじゃ。で、銃規制。入れられれば一番いいかな。で、外務大臣から。自らの主要支持母体であるレリギアスピーポー及びキャピタリストが反対する現政府の政策に不満を抱いています。家族との時間を大切にしたいなどと言い出す可能性が高い。閣僚の辞任はあなたの政府に悪影響を与えかねないため、政策を調整する必要があると言っているんだな。家族との時間を大切にしたいということは、やっぱりさっきの労働法ですね。対応は間違っていない。で、遺伝子組み換えの提案。許可しようじゃないか。一応中身見ます。膨大な利益が見込まれる。で、一方、禁止した場合。消費者には利益はほとんどない。いや、ここはちょっともう、入れていこう。世論調査 38.1% か。微増も微増だな。失業率は下がってる。いいね。じゃあ、労働法入れていきます。労働法はどこ行った？ほい、あったね。労働時間をちょっと下げます。バランス、今バランスなんでしょう？労働組合寄りにしましょう。組合寄り。うお、もうこれで政治力がツンツル点になっちゃったな。いや、これゲームオーバーの予感がしてならない。なんとか手こ入れしたいところですが、では今回はこれくらいにさせていただいてですね、次回労働法を改正した、まあ、その効果を、見ていくというところからやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。